ルサッカー TV のウッチーです。今週も超リバプールウィークリーのお時間です。今回は今週末に迫りました永遠のライバルマンチェスターユナイテッドとの、リーグ戦のプレビューをやっていこうと思います。ということで、今回もですね、前回のイタツさんに続きまして強力な助っ人をお呼びしております。リバプールファンの情熱と情報が集まるサイト LFC ラボから来てくださいました。トリコレッツさんです。どうも。LFC ラボで戦術の担当ライターをしております、トリコレッツと申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。このどうもポーズを、あれはもうなんかみんなやる流れなんですね。多分そうですね、まあ、イタツさんからなんですけど、イタツさんやっちゃったからもうやんなきゃいけないなそうですね、これからもゲストをお呼びしていこうと思うので、はい、ちょっとここで、はい、そうですね、恒例に、はい、していきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、前回お呼びしたイタツさんもですね、 LFC ラボのライターさんをやられているということだったんですけれども、はい、イタツさんはその現地観戦関連担当というのをお聞きしたんですけれども、はい、トリコレッツさんは先ほどもおっしゃいましたが、はい、戦術担当と、はい、いうことなんですけれども、まあ、普段はどんな記事を書かれているんですか？大体試合のプレビューをやってますね。はい、その次の試合の対戦相手の前節の様子から、はい、どんな目標を持って試合に臨んでいるのか、はい、で、まあ、それをちょっと解き明かして、リバプールの現状と比較して、はい、どういうマッチアップになるかなみたいなのをちょっと書いてますね。はい、じゃあ今回の動画にはなりますけどということで、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今回こちらのトリコレッツさんをお呼びしてユナイテッド戦のプレビューをやっていこうと思います。はい、ということで、はい、まあ、本題に入る前にですね、はい、皆さんお気づきかと思いますが、このアンフィールドロードのサインが、はい、を前に出しているんですけれども、はいはい、これは一体、これ実は、はい、弊社がですね、ちょっとリバプールとちょっと昔から結構つながりがあって、いろいろ仕事をやっていたみたいで、僕はちょっとその時代知らないんですけど、はいはい、それでですね、はい、最近じゃないんですけど、アンフィールドの建て替えの時に、はい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 、実際に試合に、あ、試合じゃないや、スタジアム内にあったサインに選手の直筆のサインを入れて、すごいですね、送ってくれたというすごいお宝が、ものすごいお宝ですよね、これ、あったんですよ。ずっとあのこのですね、いつもの棚の一番下にあって、いつもだったら僕はこの前で話しているところで、ちょうど隠れてた、ちょうど丸かぶりで全然日の目を見てな、見てなかったんですけど、イタツさんが来てくださった時に、はい、この部屋でちょっと紹介した時に、これ上上げたらどうですか、このリバプールウィークリーを撮ってる時だけでも、こう上の棚があるんですけど、っていうことで、ちょうどいいですよね、はい、ポサもあって、上げてみたんですけど、今回このホワイトボードを使うということですさらに隠れてしまうということで、今回ちょっと前に出してた、はい、なるほど、はい、いいですね、でもこれ、はい、なんか結構雰囲気出ますよね、はい、存在感あって、はい、サインがいっぱい入ってるのがやっぱいいですね。すごいですね、誰一人わかんないんですけど、ちょっとサインはあんまりわかんない、わかる人がなんかいらっしゃいますかね、見てる方に、はい、ちょっと見てる方で、一応アップでやってみますので、わかる方いましたらちょっとコメント欄で教えていただければ、そうですね、はいはい、という感じです、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、早速プレビューの方、はい、やっていこうと思いますが、はい、今シーズンのリバプールですね、はい、リーグ戦で未だに無敗ということで、まあ、歴史的に見ても稀に見る絶好調なんですけれども、はい、うん、すごいですね、はい、この好調の要因っていうのは、はい、この戦術的な観点というか、ということで見ると何だと思いますか？弱点がないっていうのは、弱点とする戦術がないっていうのは非常に大きい点かなと、はい、今シーズン特にあのサイドバックからサイドバックへのロングパスっていうのがリバプールすごく注目されてるじゃないですか、はいはい、でそういう感じで、まあ、大きなパスを使うこともできるし、で結構細かなビルドアップに関しては、はいはい、クロップってすごいあのクマみたいな見た目してるんですけど、はい、結構すごい細かく仕込んでいく緻密な感じで、はいはい、時があって、でこの前のスパーズ戦なんかも、はい、モーリーニョとクロップのやり合いって毎回すごく面白いビルドアップの合戦になったり、プレスのかけ方だったり、そういう戦いになるんですけど、そこでもまあモーリーニョにも引けを取らないというか、
なかなか素晴らしいこう細かいビルドアップの戦術みたいなのを仕込むこともできたりっていうのもありますね。僕とかはまあざっくり見てるんで、はい、まあ、モーリーのなんか守備固めてきたなとか、はいはいはい、そのくらいだったんですけど、はい、やっぱり見る人が見るともっと深いところでいろいろ起きてるっていう、スパーズ戦は実はその本当にラボの方でレビューの記事を書こうと思っていて、はいはい、僕がサボらなければもしかしたらこの動画が上がるぐらいの頃にはもう記事がアップされてるかもしれないんですけど、はい、じゃあもし上がってたら概要欄にリンクを貼っておきますので、お願いします、はいはい、皆さんチェックしてみてください。お願いします。ということで、その絶好調のリバプールなんですけれども、はい、前半戦で唯一、はい、引き分けてしまった、まあ、勝てなかった相手ですね。そうですね。っていうのがユナイテッドだったということだったんですけれども、はい、まあ、あの試合のポイントとなった点が僕は2つあると思っていて、はい、でまあ、そのうちでも戦術的に重要だったのが、サイドでの攻防だったと思うんですね、はいはい、でそれが試合の時間を経るごとに少しずつ様相を変えながらサイドでのやり取りがどんどん続いていって、それを最終的にユナイテッドにうまく守りきられてしまったというか、はい、いうところはあったかなというふうに思います、はい、そうですね。結構そのこの動画でもちょっと僕も分かったんですけど、結構うちの戦術って、はい、あのサイドバックロバッツソンと、はいはいはい、あのアレクサンダー・アーノルドがに結構その、はい、なんていうんですか、攻撃的 な、はいはい、なんかその創造的なプレーとか、はいはいはい、っていうのに頼ってるところはあるなっていうのがあったんですけど、はい、まあ、ユナイテッド戦は特にそこを封じられてしまっていたかなみたいな、ね、はい、特に前半は、はい、あのアーノルド・ロバートソンが高い位置取れない形を結構よく作られてしまっていて、はい、でそれは結構いろいろ事情があったんだなというのが、はい、ちょっと見させていただいて少し、まあ、紹介したい点もあるかなと思いました、はい、じゃあそこら辺についても、ね、はい、詳しく触れていこうという感じです、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで、はい、今回はいろいろ戦術について解説していただけるということで、はい、こちらのホワイトボードを、はい、この番組初で用意していただきまして、はい、稼働してみたんですが、はい、ありがとうございます、はいで、はい、こちらが、ユナイテッド戦の前節じゃないや、前半戦のユナイテッド戦の、ね、はい、まあ、フォーメーションというか図がこんな感じになっているという感じで、はいはい、まあ、リバプールはボール持ってる時をイメージして書いたんですけど、はい、まあ、リバプールボール持ってる時大体こんな感じになりますね、はい、両サイドバックがちょっと高い位置取ってで、ウィンガーはこう中に入ってくると、はい、でこの時にさっき重要になるのがサイドだっていうことを言ったんですけど、はい、この時に、両サイドバックとウィングバック相手のがマッチアップするという形になるんですね、はい、この日の結構、はい、なんかヤングと、はい、ワンビサカですね、ワンビサカ、はい、それが結構きつかったんですけど、はい、何かっていう とユナイテッドがリバプールがボール持ってる時のユナイテッドのやり方は、まず前3人はこの辺でボール持ってるとプレスに行きます、はい、でプレスに来てパスを、まあ、例えばこんな感じで出させると、はい、リバプールが前のプレスを回避してロバートソンにパスを出したっていう感じですね。でそうするとワンビサカにしてはこう行くのもありだしこう戻るのもありだったと、戻る、はい、っていうのは、はい、この距離が遠かったらこう寄せてる間に中にパスを出されたりしてこの裏使われるとか、はい、いうパターンはあり得るわけですけど、近かったらここで寄せ切っちゃって奪えばいいわけですよね、はい、なので、まあ、その判断をワンビサカとかヤング毎回強いられてたんですけど、はい、その判断が非常に正確だったですね、はい、で、まあ、特にワンビサカは非常にスピードあって守備力も高い、はい、マッチアップも強い選手なので、はい、ワンビサカにロバートソンが結構しっかり抑えられてしまった、はい、はい、でこう前に出た時はしっかりボールを奪われていたし、後ろに下がって捨てるっていうシーンもあったんですね、はい、ロバートソンを、はい、もう持たせて、はい、後ろで、はい、もう守って、はい、でその時にユナイテッドはウィンガー、この試合オリギだったんですけど、左のウィンガーがに対してセンターバックのこっち側、この側はリンデロフかな、はい、が結構マンマークでマッチアップちゃんと見てたんですね、はい、なのでロバートソン的には
この展開は難しかった、はい、結構ちゃんと見られている、はいはい、でまたこのユナイテッドの2センター、この試合はフレッジとマクトミネだったんですけど、はい、この2人も非常にまあボールダッシュ能力があって、はい、でスピードもある選手たちなので、なかなかこの中も使うことができないと、はい、なので結構目立ったのがロバートソンとか、まあ、アーノルドもそうだったんですけど、はい、がこの辺りの結構低い位置からクロスを上げるっていうシーンが目立ったんですね、はい、アーリー気味というか、はいはい、なんですけどセンターバック、この日のユナイテッドのセンターバックは、マグワイアとロホだったんですよ、はい、ロホ、はい、はい、で、まあ、特にマグワイア非常に高さ強さあって、はい、このぐらいからのボールだとマグワイアが跳ね返せるよ、はい、なのでサイドの奥深くを取らせないっていうのはユナイテッドは非常に意識して特に前半戦やってたかなと。ここら辺のスペースをしっかり取られないようにガッチリ守っている、はいはいはい、で今回はこう奥深くに守ったパターンだったんですけど、前に出てくるパターンも当然あるんですよ、はい、でそれが実は1点目のリバプールの失点につながったシーン、はい、カウンター気味にやられたところですね、はい、だったんですよね、はい、でちょっとそれをまた、まあ、あの失点シーン、まあ、皆さん見直していただければ多分分かると思うんですけど、ファールなんじゃないのってリバプールのサポーターは多分、あ、ここら辺でともそうですし、はい、あのシーンって、ちょっと細かいところまで全部合ってるかどうかちょっと申し訳ないんですけど、はい、そこあんま自信がないんですけど、ロバートソンにボールが入ったのかな確か、はい、に対して、はい、ありがとうございます、はい、ワンビサカがこうグッと寄せてきたと、今度は、はい、前に出てグッと寄せてきた、はい、前に寄せて、はいはい、でそのタイミングでさっきも言った通りリンデロフがオリギをちゃんと掴んでるんですね、はい、でアーノルドじゃないロバートソンは寄せられた時にこっちに渡したんですけど、リンデロフがここでオリギのちょっと足いってないっていう感じのタックルで、はい、ガッと奪い切ったんですね。 VAR になったやつ、そうですそうです、はい、後で見直して結局ファールなかったんですけど、はい、ここで奪われちゃったと、はい、でそうすると何が起きたかっていうと、ユナイテッドがこの日ずっと狙ってたのがここボール奪ったら素早く、はい、まあ、リバプール狙う時には結構定石ではあるんですけど、はいはい、高く上がった、はい、サイドバックの、はい、サイドバックの後ろのスペース、裏のスペースに、はい、21番と15番かな、ジェームスとアンドレアス・ペレイラがこのスペースに飛び出ていってボールを受けると。そうか、ジェームズが結構足速い選手で、はい、そうですね、結構この裏をついてたなみたいな印象がちょっとありました、はいはい、失点シーンも本当にジェームズがここでボール奪ったボールの展開を、まあ、なんだかんだこっちで受けて、はい、でクロスに、まあ、もうちょっと奥まで運んだんですけど、はい、でクロスにラッシュフォード、ラッシュフォード、はい、という展開だったんですね、はい、まあ、最後ラッシュフォードの合わせ方はすごくうまくて、はい、ラッシュフォードうまいですね、うまかったですね、はい、ああいう合わせ方、はい、ああいう合わせ方はラッシュフォードもともとうまい選手ですけど、はい、一旦こうニアで受けると見せてマティップを一瞬動かしておいて裏に入るみたいな、はい、あ、そういう駆け引きもあったんですね、はい、形で裏に入って結構フリーで最後シュートを打つことができたと、はい、ということでこのサイドの攻防でうまいことこの2人にマンマークでボール奪われてしまったというところで、はい、ユナイテッドのサイドの守備の狙いがうまくはまってしまった先制失点シーンだったかなというふうに思います、はいはい、ツールシャール的にはもうしてやったりしてやったりですね、悔しいですね、あれはちょっとやられちゃいましたね、はい、ずっとここでのサイドの攻防はリバプール前半始まってからなかなかうまくいってなくて、はい、で主な前進のルートとしてはなんかヘンダーソンがここに出たり、はい、ワイナルドムがボール持ち運んでいったり、はい、この2センターの、ユナイテッド2センターの脇のスペースを使うっていうのがリバプールとしてはうまくいった前進のパターンだったんですけど、はい、まあそれがうまくいかないとサイドでボールを奪われてしまって、はい、そのままカウンターを長いボールで受けると、うん、
でユナイテッド今シーズン結構全般に見てて思うのが、あの引いて守ってカウンターっていう形はすごく強い、はいはい、カウンターは一級品っていう感じで、はいはい、それはなかなかやっぱり前線の選手のスピードがかなりあるのもあって、はい、カウンターは非常に素晴らしいところがあるかなと。逆にちょっとボール持った時に誰かが創造性を出さないとなんか何にもならないままボールを、はい、とりあえずクロスみたいな、はい、よくわかんないことになってるなというのは一つ印象としてあります、はい、あ、じゃあそれがまあ今シーズンのユナイテッドよく言われてる、まあ、トップチーム相手には強いんだけど、はい、こう相手が自分より自分たちより格下のチームが相手になるとちょっと手詰まりになってしまう、はい、そうですね。ある意味、はい、2,3 シーズン前のリバプールなんかもある意味そういう状態だったわけじゃないですか、はい、その前からガツガツ奪いに行ける、はい、特にマンチェスターシティ相手には非常にいい結果を残せるんだけど、はい、スウォンジーに負けるみたいな、はい、そういう状況がユナイテッドも起きているかなというふうには思います、はい、それこれが前半の失点の場面。そうですね、はい、で、はい、でじゃあ、はいはい、後半に入ってクロップがどうしたかという感じですかね、はい、先の改善策みたいなのがありましたけれども、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。他にもやってほしい企画質問などございましたらコメント欄の方まで待ってます。他にもいろんな動画ありますので見てみてください。危ないです。